まあ、ということで、昨日、一昨日と、太マニ、この天津かなぎの太マニが人類の文明の周期にも当てはまっていると。その一日の始まりと一日の終わりというのも、この太マニ、カタカムナ、まあ、これの型ですよね。最初のこの雨の皆がらしの太マニの型に、全てが当てはまっている。で、この太マニの型っていうのは、息の密伝え、稲荷古殿の息の密伝えの、なんていうんですかね、息の密伝えであり、そのものであり、この古事記というのも、息の密伝えを古事記の神様にこう表していると。まあ、それで、この古事記の御伝え、この太マニというものが、菊の紋章にですね、そのまま現れているんですよ。菊の紋章。日本の皇族のマークが菊の紋章ですよね。皇族の家紋っていうふうに使われてますけど、菊の紋章っていうのはそもそも意味があって、この大屋島の出る息と入る息、これを組み合わせた形というのが菊の紋章になっている。だから本来のその意義っていうのは、そういう意義がね、込められているわけです。これ万物の生命を生み出し、生命を育む、そういった紋章がこの菊の紋になっているわけですよ。だから、まあ、カタカムナの八咫の鏡と言われている印の御霊、これがまあ菊の紋章ともシンクロしてきますし、太マニという意味にもなってくるし、菊の紋章は八咫の鏡と同意的な、同じ意義的なものになってくるし、まあ三種の神器のこう組み合わせた印の御霊ですね。要は剣と鏡を組み合わせて印の御霊になる。菊の紋章も8の出る息と8の水域、これを組み合わせて、出る息と水域、水と火ですよね。これを組み合わせた息が菊になる。まあ、これを言霊秘書データベースにも載ってるんで、それをちょっと共有しながら今日はお話ししたいと思います。つまり、この人類の文明の周期を出したあの方も、1万2800年という方も、6400年、6400年という出る息と入る息の呼吸でできている。6400年、6400年、それで1万2800という数字で、6400と6400は80年かける80年で、葉っぱ64、6400年になる。大屋島が組む形で64になって、大屋島が組む形で64になって、それが出る息と入る息の相似性で一区切りとなって、1万2800年という周期で文明は回ってますよという、まあ、これも太マニとか、その息の密伝えとがっちり合う、こうサイクルというか循環、この型ですよね。そういうのが見えてくる。すごいですね。至るところにバシンバシンバシンとこの太マニの型に当てはまるんですよ。まあ、これが太マニであり、まあ、カタカムナは生み出された根源的なものであるというところですね。それでは、この菊の紋章をですね、菊花16紋、これを今日はちょっと見て、その後に古事記に行きたいと思います。菊の紋を16重に作るの木、菊とは木は息なり、句は組むことにて、天地の息の組む、天地の息を組むの名なり。故に大屋島の出る息と入る息と組みて16なり。ここをもって16重に作る。すべての花の数のことにはあらず。菊はただ玉合うの名にして、自然と菊の形を表すなり。16は天地の息を組むの数にして、
登るは出る息にして、下るは入る息なり。登るは出る息の水ですね。水というのは登り、火は下るんで、下るは入る息なり。火つき出入りをなして、雨土定まり。息出入りをなして万物を生む。息見印に現れて、民これがために育つ。休みししなどと言うも、息八別の自然のこと言葉なり。この図を見て知りたまうべし。聞くの字、入る声なることは前に言う。この文字の上の各の草冠は木の横の形なり。草冠は木の横の形なり。木はすなわち草の玉なり。草の玉なり。ゆえに草冠は草と同じにする。どうす。また下の角は大屋島の息にして、息を組む草という形の文字なり。その文字の形、また花の形を表す。この図を見て知りたまうべし。菊の字、これは息を組む草。花びらが16個あるから菊というのではない。菊というのは言霊が、言霊を合わせて菊という文字を借りてつけていると。菊というのは息を組む草という意味になってますね。そしてこの出る息と入る息、これを組みて16なり、出る息と入る息を組みてこの菊の16の紋章ができる。カタカムナのマニホージュの呼吸の奥義、これは出る息と入る息を組み合わせますね。出る息と入る息を組み合わせるこのカタカムナのマニホージュの呼吸、これがまさに菊なんですよ。菊であり、これが雨の水中主になり、印の御霊になり、大屋島の出る息と大屋島の入る息を組み合わせて菊になる。だから昨日とかやりました、大屋島の出る息、大屋島の入る息、これが6400年、この息を、出る息と入る息を、まあ、入る息から出る息出る、その6400年を組み合わすと12800年になる。この大屋島も、大屋島の出る息入る息っていうのも、8と8をかけることによって64になって米になる。8と8をかけると米になるっていう、弘法大師の88霊場の意味ですよね。弘法大師の四国88、あれもお遍路さんもですね、お遍路さんのこう名をつけて、そこに玉合、象徴ですよね。実体ではなくて象徴としてお遍路さんを作って、まあ、剣山という名前だったり、四国のですね、88霊場という象徴を作っている。だからあの88霊場に特殊なものを隠したとかそういうことじゃない。88という霊場を作ることによって、その意味を残した土地に名をつけて、だから四国にもあるし九州にもありますね。九州にある88と四国にある88、これ出る息と入る息を表してるんですよ、陰と陽。だから四国、まあ他のところにもいろいろありますよね。88霊場はいろいろあるんだけど、言霊の中で四国の伊予の二子島と九州の筑紫の島、これがね、出る息と入る息を象徴していて、まあこれが合わさると菊になるわけだ。まあ九州の地からですね、宇賀や吹合津王朝とか、まあ要はですね、何を示しているかというと、国東半島にあった雨の水中主の御神木の扶桑の木、ここから全ては生み出された、入る息、全て生み出された。
まず入るんですね。入る、まあ神が下る、神が下った地ですよという意味です。この88、九州の88霊場の米は。そして出る息、その、大分の雨の水中主から下った神、そして知人龍神とまぶわって生まれた大和の人たちは九州からこう広がっていった。そして四国の方にも行っている、出る息。だから伊勢っていうのもですね、息を組むのは伊勢っていうんですけど、あっちの皆さんが知っている伊勢神宮の伊勢っていうのは出る息の方の伊勢なんです。入る息の伊勢っていうのは九州の大分にある。大分に伊勢神宮っていうのはないですけど、大分の伊勢はね、もう山なんですよ。山、諏訪戸山っていう山、まあ言霊と現地に行って、その岩倉で僕はそこがあの入る域の伊勢だっていうのは分かったところがあるんですけど、まあそういうふうに域で伝えられていて、生命っていうのが誕生して生まれたところが入る域。入る域っていうのは下る域ですよね。で出る域っていうのは上る域。つまり神が最初下った地と、こう移動してってですね、大和王朝を作るのにこう移動してって、こう出る息、上る息というのも表されてるんですよ、弘法大師の88霊場っていうのは。そういったのも表している。この菊の紋章、いろんなことが言われてますよね。なんかいろんな説があるんですけど、いろんな解釈もあるし、あの竹内文書とかでもね、やっぱりあるし、まあ、そういった意味の解釈もあるのかもしれないんですけど、根源的な意味っていうのはこの息を組む形、息の密伝え、つまり稲荷古殿をね集約している稲荷の密伝え、息の密伝えを表しているのが菊になるわけなんですよ。菊の紋章、出る息と入る息、これ見てもらうと、出る息、これは丸の大屋島ですね。丸の大屋島の出る息、そして入る息は四角の大屋島ですね。これ聞くだけど、四角の米、丸の米、この丸の米、出る息から生まれたのがひらかんな、ひらがな。入る息、この火の入る息から生まれたのがカタカナ、カタカナが先に生まれてるんです。神が作ったカタカナ。そして出る息として、その働きとしてひらがなを弘法大師から作った。この法則に基づいて、出る息のカタカナに、この入る息のカタカナにですね、出る息のひらがなというものを作って生み出している。そしてこの大屋島の息を組む形の菊、出る息と入る息を組んだものがカタカムナになりますね。カタカンナ、ヒラカンナ、カタカムナ、この構造も出る息、入る息、そしてその息を組む形、これは三種の神器になってますね。出る息っていうのはこれは水、鏡、入る息っていうのは火、剣、鏡と剣を組んでカタカムナという印の御霊、ヤタの鏡ですけれども、あれは正式は印の御霊ですね。印の御霊のカタカムナができている。この三種の神器の万物創造の原理に基づいて文字というものが生み出されて、神の形をですね、神の名を形にしてカタカナ、カタカナというものができて、そしてその入る息から出る息のひらがなというものができて、これを組み合わせてカタカムナというものができたという三種の神器。それが高み結び雨の御中の詩、高み結び神結び雨の御中の詩、猿田彦雨の渦目羽化の御霊、まあこれを表しているわけです。この三つの出る息、入る息、そして息を組む形という構造を、これが根源になるわけですよ。全てのこの全ての構造の根源となるこの息、
聞く。この概念が解読されてないものはやっぱり、まあ、ちょっと率直に言うとカタカムナじゃないんですよ。カタカムナの歌姫に概念を投影して出したものというのはその想像の原理までやっぱり行き着かないというか、それは分からないわけです。だから中心図書もあやふやになっちゃうし、その火と水、この一気の密体という構造がないものはね、やっぱりこの中心の丸腸がないというところになってきちゃうわけなんですよね。だから本当にこれは中心に大事なところ、核心ですよね。カタカムナの核心であり、古事記の核心でもあり、三種の神器の核心でもある、実体、それが菊の紋章として日本に残っている。神社にあったり、あの三つどもえのマークもそうですけども、ね、神社に神紋としてある。カタカムナを解くためのヒントがどこかに残ってるはずじゃないかって、歴史上誰か知ってたんじゃないか、奈良崎光月さん以外に。だからそれでピックアップしたのが出口鬼三郎と岡本天明でした。でも出口鬼三郎と岡本天明自体はカタカムナを解いてはなかったんだけど、共通して言霊秘書というものに携わってた水穂で、それを手繰っていくと山口指導、そしてまたに手繰っていくと空海、冷えたのあれ、旗、雨の太玉、雨の小屋根、ここにたどり着いてもう確信持ちましたね。あ、ここだって。だから根源をたどったんですよ。カタカムナというものをたどるときに奈良崎光月さんをたどったんじゃなくて、奈良崎光月さんたどっても水穂殿の言霊秘書行きますから。だから僕は行ったのは出口鬼三郎とかその稲荷とか空海の方行きましたから、そこで見つけたというねことですね。